こちら右手が86の GR、はい、左手がつまり BRZ の STI スポーツになってます。ゴミです。ケヤキです。クルマンチャンネルです。そうですね。いやー、ということでね、はい、始まりましたけども今回、はい、またやっていきましたよ、はい、車比べてみました。イエーイ。第2弾でございます、ね、ご好評の。ご好評、もう爆裂に好評だったという、ね、すごい200万回くらい再生されたからね、ざわついたという、うん、世界がね、世界がざわついて、はい、なんかね、月の方でもみたいな、ね、ああね、俺火星でも見ましたけど、おー俺から始まってるからね、この変なのは本日比べていく車、こちら2台です。こちら右手が86の GR、はい、左手がつまり BRZ の STI スポーツになってます。いやいやいや、そう、価格差がね、あるんですけど、そう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 、これね、あの、なんでこの2台で比較するかっていうと、うん、BRZ の最上級グレード、うん、86の最上級グレードだからっていうことです。まあ、だから最上級グレードで果たしてどのくらい違うのかっていうね、多分あの皆さんもね、気になってる方も多いと思いますので、はい、うん、こちら早速2台比べていきたいと思います。じゃあゴミさん、車2台見ていこうと思いますけれども、ね、行きましょうよ。まずはヘッドライトの方行きましょうか。これね、結構違うという。あ、違う、結構違う。確かにこっちから見てもなんか違うんですよ。うん、なんかね、形が違う、はい、まず86からじゃあ皆さんね、見ていただきたいと思います。なんかデイライトはね、上にちょこんって感じで、うん、そう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 、ウインカーが下かなと思うんですけど、ね、ヘッドライトの横に86ってロゴがあるんですか。86ロゴがこれね、あります。結構目立ちますね。いや、かなりね、あの、うん、大きいね、うん、円を描いて、まあ、あの86のね、このロゴですけど、はい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 、かなり大きいです。はい、一方 BRZ は、BRZ はこれ見えますかね、これ BRZ っていう、おー、ロゴがちょこんとある。ちょこんとある。で、全体的なヘッドライトのデザインが、そう、スバルらしさが出てますね。あのね、そ、やっぱここよ、この字、うん、ね、これスバルのね、うん、この字、スバルの車って一瞬でわかる感じの、細かいんですけど、ここの形状、うん、これあの、見ていただきたいと思います。皆さんね、結構一緒だなって思う方いらっしゃると思うんですけど、うん、違うんですか。意外とね、細かいですけど違うんです。ここが、そう、こっちはキュッキュッってなってるんですけど、うん、こっちはそのままスーッと下がっていってる。あ、そうなんですね。意外とね、そう、形状も違うっていうね。ちょっとここ俺も掘っていいですか。掘りましょうかあの、ヘッドライト俺自分の車交換してるんですけど、うん、86と GR でスペーサーが必要になってくる場合があるんですよ。はい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 、はい、そういうの関係してるのかもしれないですね。関係してるかもしれない。あのね、結構違うんで、近いとね、だいぶ形が違うんですよね。そこのこれ、ね、細かくなりますよね。今日ね、はい、コンパクトにやろうって話だったんですけど、ね、早速始まってますね。バンパー形状移りましょうか、はい、バンパー形状いってみましょう、はい、これはだいぶ違う。はい、もう全然違う感じですよね、うん、だいぶ違う。カクカク具合で言うと、うん、そのなんていうの、カクカク具合は一緒なんですけど、うん、例えばここのフェンダーの、おお、その黒い部分ですか。ここが多分ね、うん、張り出して、こっちの 86GR は、はい、張り出してますね、はい、これね、上から見ていただくと分かるんですけど、うん、それがどうやら GR 専用装備のフロントスポイラーらしいですね。あ、そっかそっか、はい、フロントスポイラー、そっかそっか、なるほどね、続きでね、そっかそっか、 GR 専用らしいです。はい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 、うん、あ、なるほど。そう、だから結構ね、幅感が違うかなっていう感じがしますけどね。なるほど、うん、で、BRZ の方はやっぱりでもちょっとしたスポイラーが入ってるんですが、それは多分ディーラーオプションかなんかですかね。あ、この辺、うん、ただバッパーの形状がなんか、翼を意識したような感じになっているとか、やっぱそこは航空機の ね, ね、そこのフィンの部分が86の GR に関してはまたこれ GR 専用のフロントバンパーサイドフィンっていうのが、これがサイドフィン、あ、これが GR 専用の、あー、そっか、これね、普通の86にもあるんですけど、うん、そのカラーが GR 専用っていうことですね。なるほどなるほど、うん、あ、これが、うん、この黒いのが、そうです。なるほどね。グリル部いきましょうか、はい、グリルがやっぱり86はぐわーっとこう広がった感じの、うん、いやでもこの形もだいぶなんか住み分け感がすごい、よりそうですよ ね BRZ と86のこの
差別化がすごいあるなっていう。はい、2012年デビュー時はそんな大差なかったですけどね。 そんな大差なかったんですけど、こう見ていただくとだいぶ差が出ましたね。差が出ましたね。これは本当にわかるんじゃないですか。はい、全然違います。もうパッと見で違うっていうね。はい、うん、でそこの STI っていうのもこの STI スポーツの象徴ですよね。はいはいはい。こちら GR だとここにGR のロゴがある。はい、ありますと。 GR の方がちょっと小ぶりのね。ちっちゃいですね。うん、小ぶりの。でもバランスを考えると結構こっから見るといいですわ。あ、 GR、うん、ちょうどいいぐらいの。あんまり主張しないっていうその GR のクールさが出てる、はい、すごくいい感じです。車幅がですね、若干この2台違うみたいなんですよ。なるほど。86の GR が 1790mm。 1790、はいはい。そう、 BRZ が 1775mm。 おー、そう。ということで 15mm BRZ の方が小さいわけなんですが、それの要因がおそらくそうなんですよね。先ほどゴミさんが触れていた多分これかな、はい、そこが結構出っ張ってるんですよね。だから両サイド合わせたらね、はい、 7.5mm ずつ張り出してるのかなと。で、あのエンブレムにも違いが出ているというか、まあ当たり前なんですが、スバルのものは通常の BRZ と変わらないものなんですが、86の方はブラックカラードのトヨタマークになっていて、なるほど、これは普通の86とは違うのかな。そっか、普通の86は普通のシルバーでね。そうですね、うん、これも GR の専用装備、うん、専用装備でございます。あー、確かにクールな感じが。専用装備って言いましたけど、はい、GR スポーツの方も GR スポーツと GR 専用装備ですね。だからまあ GR はもうこれと。そうですね、うん、GR86 の GR 系統はそれです。こいつ、はい、もうクールさをね、はい、演出してると。いいですね。両者、うん、高さは同じ 1320mm。 なるほど、はい。あ、ごめんなさい、前もやってた、はい、そのまま前に出ると、ああ、あ、いい、あ、同じですね、完全に。全く同じ高さ。同じだ。 1320mm ですね、うん、あ、いいですね。やっぱりこの間のあのライズラブ4と違って、はい、やりやすい、低いからやりやすい。こんなんなってましたね。こんなんなってる、低いからやりやすい。高さ同じですね、うん、じゃあフロントのパーツはこれぐらいにして、はい、横を見ていきたいと思います。いきましょう。はい、じゃあごめんなさい、横を見てますね、今。横をね、うん、今見てますね。いやー、大事だから2回言いましたけれどもね、はい、前兆から行きたいと思うんですけれども、この2台実は前兆が違いますと。お、 BRZ がですね 4240mm86GR が 4290mm50mm GR の方が大きい。大きい、なるほどね。そう、多分だけど、でもやっぱ、うん、多分この、ね、そう、このバンパー周りかな、リップがすごく出っ張っているという感じで。ここがすごく出っ張ってるから、はい、多分そこ、俺細いとこにいるな。そうですね、そこが出っ張ってるんですよね。これが出っ張ってる分、そのリップの部分が長いのかな。そう、かなり出っ張っているということで、うん、じゃあ次はミラーの方行きたいと思うんですが、はい、ミラーの方ですね、はい、色がね、ええ、伝わるかな、伝わるかな、一緒ですよ、はい、形状は一緒なんですけど、うん、こっちがね、黒、うん、もうブラック、はい、黒ラメみたいなね、黒ラメみたいな、パールツートンになってる、黒パール樹脂でね、黒パール、うん、で、86の方が歴史すると分かるんですけど、はい、ちょっとグレーなんです。あー、なんかあのグレーメタリックを結構使ってる車なので、グレーメタリックなのかもしれないですね。肉眼で見るとだいぶ違います。皆さん、はい、信じてください。はい、はい、じゃあタイヤ周りちょっと見ていきたいんですが、行きましょう。この2台ですね、タイヤサイズが違いますと、はい、GR が17インチサイズになってます。はい、前後17インチ、前後17インチね。で、4号扁平なんでちょっとタイヤ厚いですね。ここがね、結構ね、あの見ていただくと分かるんですけど、だいぶね、うん、結構違う。はい、で、前後ベンチレーテッドディスクで GR のキャリパーが入ってるんですね。キャリパーですね、入ってるんですね。じゃあ BRZ をちょっと見ていきたいと思うんですけど、全然違うね、改めてスポークの本数も違うし、ね、はい、タイヤサイズ18インチになってます。で、タイヤの扁平率40扁平になってるので、ちょっと薄いタイヤになってますですね。まあ、こう見たら分かりますね。うん、で、ブレンボのキャリパーが入ってますと。はい、で、前後ベンチレーテッドディスクですと。で、あの横 BRZ のそのサイドスカートの部分とかはディーラーオプションだそうなので。あ、これディーラーオプション。そう、オプションだそうです。いいですね、いいですね。はい、じゃあゴミさん、はい、
後ろを見ています。はい、こちら後ろ見させていただいております。テールをね、こちら見てますけども、はい、スポイラーですかね、うん、これはね、もう明らかに違いますね、うん、はい、BRZ の方はですね、うん、標準のグレードとかはディーラーオプションとかになるんですけれども、はいはいはい、STI スポーツは最初から入ってます。入ってるとね、はい、これいいですね、よく短板が、いや、完全なるスポイラーですよね。完全なるスポイラーですね。コメント欄で前回 STI スポーツを紹介した時にダサって来てたんですけど、いや、良くないぞそういう発言。個人のね、もう見解はもう本当にもうまあ人のね、好き好みいろいろあると思いますけれども、ね、まあダサくはないですね。いや、かっこいいですけどね。うん、俺かっこいいと思います、うん、まあもしかするとこれダサいって言った方は、はい、隣の86のダックテール形状が好きなのかもしれないですね。ボディ一体形状が好きな方って結構いますからね。確かにね、うん、まあ邪魔でもまあ、あの黒いから、うん、こうカラーがね、ブラックなので、はい、結構まああのグレーか、グレーですね、うん、グレーメタリックの、グレーメタリックなんで結構あの主張はありますけどね。ええ、うん、主張あります、目立ちますね。で、だからボディと一体化はしてるけども、ここ、はい、結構目立つと、目立っていますね、うん、で次ちょっと下下がってテールランプ、テールランプ、これ形同じっすか。もうね、全く一緒。おお、なんだ、ハグロセキレイか。おお、鳥もいけんの。鳥もいけんの。全く一緒ですわ。おお、どうだ、全く一緒。一緒か、うん、さっきね、ウインカーのその球の数数えましたけど、ね、これね、6個で、これも全く一緒ですね。全く一緒だね、はい、この辺の形はほぼ一緒ですね、うん、全体的な、うん、はいはいはい、はいはいはい、俺ね、うんうん、意外と GR の方が好きかもしれない、うん、あー、シンプルにね、まとめててね、そう、はい、とか言って自分の車 BR だったらごちゃごちゃなんだけど、確かに契約のほんとごちゃごちゃ、シールもいっぱいね、うん、あってまあまあぼちぼち貼ってるんで、うん、そんなには多くないけど、ええ、うんうん、じゃあちょっとリアバンパーのお互い、はい、ちょっとロア部というか、はい、そこら辺を見ていきましょうかね。見ていきましょう。じゃあ BRZ から、はい、まあ BRZ ね、私たち前回やりましたけど、うん、かっこいいですねこれ。これすげえ好きなんですよね、ええ、なんかまあ GT カーじゃないですけど、いや、レーシングカーの、うん、イデタチ、イデタチで、ね、はい、ディフューザーもあって、ね、しっかりとした感じ、かっこいいな、ここしっかりね、はい、あー、この形状かっこいいんだな、マジで。マフラーが2本出しですね、2本出しですね、はい、そこにバックランプが中央部、これね、うん、いいですよね、うん、うん、中央部でホグランプ、はい、バックホグ、うん、はい、そこ真ん中三角形の ね、やつですけれども、これいいですね、これ皆さんよく形状覚えておいてください、はい、で、86の GR の方がこんな感じですと、はい、結構のぺっと、あのね、うん、そう、言い方わかんないけどシンプルというか、ね、シンプルですね、かなり、うん、省かれているというか、いろいろ、今低い位置から見てわかったんですけど、はい、これ結構空気の抜けを意識してるわ、はい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 、これ俺ちょっとデザイン的には、うん、あの BRZ かっこいいなって思ってたんですけど、うん、はい、でもなんか機能面とかで言ったら、はい、もしかしたら86の方が確かに合理的なのかもしれない、ね、でもバックランプがその左右に、ね、2つ ね、 ってね、ここもまた BRZ で言ったらマフラーのとこかな、ちょうどちょうどマフラーのところにあー、ちょうどマフラーのとこだへー、何、後ろ見るとすごいですね、あんまこの GR っていうのは見かけないじゃないですか。これ見かけない、そう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 、なんかすごいわと思った、なんか結構機能的な、はい、うん、じゃあちょっとね、皆さんもね、多分気になってると思います、はい、あの音がどういう違いがあるのかっていうのを聞いていきたいと思います、はい、ということで、じゃあ最初は 86GR、はい、なんかいい男みたいなフォルムでいい男イコール髪を撫でるっていうのは古いなじゃあ聞いてみましょう、はい、一本出しですからね、これどういう音出るのか、なるほどなるほどなるほど、結構やっぱ純正に比べて吹き上がりがいいな、吹き上がりいい、しかも低音がいい感じの、そうそうそう、低音がいい、うん、で車内に入ってくる音も結構いいですよね、うん、いいいいで響く、うん、はい、続いてこちら BRZ 行っちゃいましょうか、はい、STI 行っちゃいましょうよ、これ2本出しなんで、うん、まずもうマフラーの配置が違うというね、そうですよ ね、なんかステレオ配置みたいななるほど、音良さそうね、音そう両方から聞こえそうね、で大きいし、しかも台形なんでよりね、よし、
と全然違うし、全然違う。なんか違いましたね。違いました。踏み味どうですか。踏み味はね、うん、どうなんだろうな。好みはでもこっちかな、 GR かなと思った俺は。これごめんなさい、マフラー音、うん、こっちですわ。あ、こっち、うん、やっぱ違いますか。全然違う。センター1本、センター1本でなんかね、ギュッと音がね、集約されてるような。そっかそっか、うん、あ、全然違う。そうなんだ。あ、全然違う。あ、じゃあ動画ちょっと楽しみにしてます。動画見てください。